なんでやからベストとかね、そうじゃなしに色を見て、でその色が自分が見てベスト、温度が上がってないとかね、上がりすぎたとかいうのは全部その色目で見るんでね、そこがやっぱり命だと思いますね。なんせ2枚のそのね、あの違う材質を1枚につけるから、ある程度ね温度が上がらないとつかないんですね。ただそうやけど、上げすぎると今度は素材が傷んでしまっていい包丁にならない、せめぎ合いですね。あのできるだけ低い温度でギリギリのところでやっていくことによって、もともとの鋼の素材とかを精一杯生かせれるいうかね、そこが一番あの面白いところでも難しいところでもあり、生で叩いて締めていくいう、そこはねやっぱり一番大事な部分やとも思いますし、おじいさんがやってて、で父親がやってた工程をね、自分も同じようにやりながら、ちょっとずついいと思う部分は自分で試してみて、でよかったらそれを続けていくように、まあ、それが点となっていくんかなと思います。鬼の飛燕いうのが鏡面仕上げで世界にも出回ってるんで、それが今手をかけてやってる製品になってます。鋼の中で一番いい鋼なんで、反り気味の変わった形なんですけどね、切れるのはもう切れるんです。青鬼を使ってやってるんで、それはもう自信を持っていけると思います一応教わった分に自分でいろいろとまたアレンジしていって、かっこよくなるようにと思いながら技術を高めていくのか、いろいろ試していって今こういう段階まで来ています。今やったら僕の研いだ包丁よく切れるねって言われて、そういう喜びも今やっと感じるようになってきました。作り手にしたら、その最後までね、包丁が小さくなっていってもまだまだこう使ってもらえるいうのがやっぱり一番ありがたいかなというところはありますね。今社会全体見ても、あの青木刃物さんがやっぱり引っ張っていくような今会社にもうなってきているんでね、今の私もその一人預かって、なんとかその自分のやってる仕事を受け継いでもらいたいって、まあ、やってるんですけどね。うん、あのようやってくれてますよ、うん、もう毎日難しいって思ってます。本当に大切なのはやっぱ親方が代々受け継いできたものを僕がしっかり受け継いで、で守って自分の中で工夫してより良い包丁を作れるようになって、でそれをまた自分の子なり弟子だったりにして後世に伝えるのが、大切じゃないかなとは思ってます。なかなかね、あの簡単にその仕事が上手にできるわけもないし、自分でやってね、体でまず覚えていかんと、なかなか口でこっち側教えても通じない部分があるんでね、まあ日にちかかると思いますけども、教えながらね、もうほとんど教えてますから、次男の方にはもう偉そうな顔してますここで研いでもらった包丁やったら間違いないというような技術を教えていきたい、自分が研いで使った人がこの包丁はいいって思われるような包丁を研いでほしいと思います。本
本当にね、使う人使う人によって包丁の活躍する場面っていうのも違うと思うし、使用も違うと思うんで、重い方がいいとか軽い方がいいとかっていうのは本当にね、もうそれは人の感性なんで、その辺をまあゆっくり考えながら、まあ、包丁選びしていただけたらいいと思います。ただどの包丁も本当に職人さんが一生懸命一本一本作ってる包丁なんで、もう間違いなくこれは一つ言うことは切れます。丹精込めてみんな真剣勝負で作ってる包丁ですんで、ぜひ一度まあ当社の包丁を購入してもらって、包丁からその湧き出てくるその職人さんのその作ったぞっていうのを、まあぜひ一度味わってもらえたらいいなと思います。